カリフォルニア州、レインボーレインボーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡にある、国勢調査指定地域。人口1832人。レインボーは、北緯33度24分40秒、整形117度8分57秒、北緯33.41111度,度、整形117.14917度。 3 3 4 1 1 1 1 1 1 7 1 4 9 1 7位置する。温暖な地中海性気候で、気候図では草と表記されている。かつてはバレーシトスと呼ばれた、この地域は1880年代後半に土地を購入したジェームズ・ピープルズ・マーシャル・レインボーによってレインボーダニに解明された。二千七年十月、サンタアナの風はこの地域に、 山火事を発生させた。野市の機能場が多くあり、テメキュラへの入り口でもある。カリフォルニア州議会のカリフォルニア州第38州、連邦議会地区に所属、代表議員は、州共和党のジョエル・アンダーソン、カリフォルニア州第75国会議事堂地区の、代表議員は、共和党のマリー・ウォルドロン。合衆国会のカリフォルニア州第50議会地区に、所属、代表議員は、 共和党のダンカンリーハンター。2010年国勢調査では人口1832人。人口密度は平方マイルあたり165.9人。人種構成は白人1324人、アフリカ系アメリカ人19人、ネイティブアメリカン43人、アジア人12人、太平洋諸島系及び本欠371人、その他の人種51人。 ヒスパニック、または、ラテン系665人。1745人、全体の95.3%は、家族があり、非在宅介護者はおらず、87人は介護施設に入所している。18歳未満の住人がいるのは173、異性の夫婦で同居が375、独身女性の家主が39人。 独身男性の家主が26人、未婚の異性同士パートナーが26、同性同士の夫婦及びパートナーは5、65歳以上の10人がいるのは163世帯で、うち単身世帯は81人。平均世帯人数は2.71人、総家族数は440で、平均家族人数は3.20人。 18歳未満が343人、18歳から24歳が153人、25歳から44歳が412人、45歳から64歳が555人、65歳以上が369人、住民の平均年齢は45.3歳、女性100人に対して、男性97.2人、18歳以上の女性100人に対して、 男性96.7人。65.1平方マイルに住宅が平均719があり、うち475は持ち家、169が賃貸物件。所有されている住宅の空室率は2.6%。持ち家に住んでいるのは1230人。賃貸物件に住んでいるのは515人。2000年の国勢調査では人口2026人。 739世帯、523家族が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり126.0人。48.5平方マイルに平均780の住宅があった。人種構成は、白人81.4%、アフリカ系アメリカ人0.2%、ネイティブアメリカン0.8%、アジア人2.4%、 太平洋諸島系0.8%、その他の人種及び、混結11.5%、ヒスパニック、またはラテン系21.8%、18歳未満の住人がいるのは26.9%、夫婦で同居が62.2%、独身女性の家主が5.3%、家族ではない世帯が29.2%、 単身世帯が21.7%でうち65歳以上が10.3%。平均世帯人数は2.73人。平均家族人数は3.15人。18歳未満は23.7%。18歳から24歳が6.0%。25歳から44歳が25.8%。45歳から64歳が26.8%。 65歳以上が17.8%。住民の平均年齢は42歳。女性100人に対して男性109.1人。18歳以上の女性100人に対して男性110.9人。世帯の平均年収は4万938ドル。家族の平均年収は4万4833ドル。 男性の平均年収は38,661ドル。女性の平均年収は32,917ドル。数とあたりの収入は19,890ドル。人口の23.2%、家族の約15.8%、18歳未満の33.4%、65歳以上の5.5%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。